メルルラ新作が来るぞう、嘘だろ。というわけで今回は、新作が決定したメルブラの、アルクエイド・ブリュースタッドちゃんの、七可愛いモーションを特集していきます。新作では解像度もだいぶ上がっているので、新たな可愛いモーションもたくさん見れそうで楽しみですな。ちなみにこのアルクエイドちゃん、露出はほぼないですが、ニット乳がスケベなキャラクターとなっております。もはや王道とも言える、ニット乳が見どころということですね。ちなみに、メルブラの世界観を予習しておきたい人には、漫画版がおすすめとなっております。正直、我々も最近初めて読みましたが、メルブラというか月姫の世界観がよくわかりました。全10巻なので、スラスラ読めますからね。絵も綺麗で可愛くてよかったです。ちなみに、6巻あたりで、アルクエイドちゃんのおっぱいも見られるのでおすすめです。素晴らしいスケペシーンでしたね。いずれにせよ、間違いなくアルクエイドちゃんが好きになる素晴らしい漫画でしたね。それは間違いありません。では、早速ランキングの方に行きましょう。15位、邪魔よ。可愛いですが、乳は控えめなモーションです。確かに、あまり乳を感じませんね。14位、何やってるの。猫が引っかくような技で可愛いですが、こちらも乳は控えめですね。でも表情は可愛いですね。とても可愛いです。13位、ジャンプシー、フルムーン。ずっこけたようなモーションのジャンプシーです。やや乳を感じますね。少しずつ感じてきましたね。12位、ジャンプ B、フルムーン。横から見るアングルになります。このモーションだと、だいぶ乳がでかいですね。乳パワーを感じますね。11位、避け。避けた後の復帰してる状態。ドヤ顔の表情が可愛いですね。ちなみに避けるとき、どこ見てるのと言われます。耳が痛いですな。10位、せーの。一で突進する技ですが、乳も躍動してますね。これはでかい。9位、仰向けダウン。仰向けダウン中です。倒れ方も可愛いですね。仰向けてこのデカさとは。アルクエイドの乳パワーはそこが見えませんな。8位、沈め。こちらも横からのアングルで、躍動的な乳が見られます。これもでかい。表情もいいですよね。横からなのに表情も可愛いですね。7位、ジャンプ B。こちらは、かなり乳のボリュームを感じるモーションとなっております。かなりのデカさを感じますね。6位、立ち C。立ち C で殴る瞬間。表情、ポーズが可愛いですね。乳は若干控えめですね。乳はおとなしくなってます。5位、立ち B。立ち B を出す瞬間です。踏ん張ってる感じがいいですね。乳もかなりでかいです。表情もいいですね。気合入った表情が可愛いです。4位、しゃがみ C。 こちらは乳をやや下から見るアングルがうまく表現されてますね。乳が上に弾む躍動感を感じますね。素晴らしいですよね。3位、少しばかり戯れようか。空中でシールドを成功させ下がっていく瞬間です。谷間みたいなのができてますね。乳のスケベさはナンバーワンです。2位、4C。 膝蹴りで高く飛び上がる 4C。 乳も躍動してますね。これも乳が上に弾んでますね。そしてやや下から乳を見るアングルとなります。1位、しゃがみ B。 やたらと可愛い足払い技となります。確かにやたら可愛いですね。足も曲がり具合が可愛いです。乳もでかいですね。表情も可愛いです。はい、というわけでランキングは以上になります。いかがだったでしょうか。確かに乳を感じられる素晴らしいモーションの数々でしたね。素晴らしいニット乳ですよね。露出なんてなくてもエロい、そのことをアルクエイドちゃんが我々に教えてくれました。新作も楽しみですな。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではでは。